は、論による日本の青年漫画。構成は、手塚大。週刊ヤングマガジンにて、2014年3 5号から2019年29号まで連載。2020年10月時点で、累計発行部数は250万部を突破している。現代日本を舞台に、一多再生を題材とした作品。日本で唯一、一多再生が認められた街で、第三夫人となる。 前園小春を主人公に夫となる伊達龍之介、その第一夫人のゆず、第二夫人の窓かとの結婚生活と小春の成長を描いている。単行本にはおまけ連載小説として、後世の手塚大が書き下ろした別宅ハレコン、神田屋が不定期で掲載されている。東京で付き合った男性はすべて既婚者と騙され、続けてきた。 前園小春は帰郷するが、父が病に倒れ、経営する喫茶店は、借金が返せずに閉店することになってしまった。しかし、何としても店を守りたい小春の前に、伊て龍之介と名乗る、謎の男性が現れる。小春は龍之介から借金を肩代わりする代わりに、結婚してほしいと求婚されるが、彼にはすでに二人の嫁がいた。なんと故郷の北燕氏は、 少子高齢化や過疎化の対策として、日本で唯一の一夫多再生が認められた特区となっていた。いつか愛する人との結婚を夢見ていた小春は、店を守るために龍之介の第三夫人となることを決意する。こうして龍之介、第一夫人のゆず、第二夫人のまどか、第三夫人の小春による結婚生活が始まった。ありがとうございます。